やるとするか。このクリフトにお任せを。そうそう、あんたたち予言の双子はザラームを倒した後何をしたいんだい。そうね、世界が平和に戻ったら私もオレンカに留学しようかな。俺は士官学校を首席で卒業する。で、立派な騎士になるんだ。あんたたちならそう言うと思ったよ。よし、私も腹が据わったよ。行こう、その平和な日常を取り戻しにさ。お任せください。行こう。この世界に迷い込んでしまった時はさすがの私も焦りましたが、あなた方との出会いというかけがえのない宝物を見つけることができましたぞ。お任せ、俺たちだって冒険好きの頼れるおっさんと旅ができて楽しかったぜ。ハハハ、嬉しいことを言ってくれますな。さあ、冒険の山場はここからですぞ。やるとするか、お任せください。スクルト、オーダーを任せて。レイコンティたちと共に魔王と戦う日が来るとはな。それはこっちのセリフだよ。未来がどうなるかなんて分かんないもんだよな。でもこの先の未来、平和な世界の未来を私たち切り開かなくちゃいけないのよね。必ず切り開けるさ、俺たちならな。任せて。
やるとするか。あの森で出会った時からなかなかの連中だと思ってはいたがよ、まさかおめえたちが偉い王様の末裔だったとはな。実を言うと未だにいまいち実感が湧かないんだけどな。私も。でもそれが本当なら私たちザラームには絶対に負けられないわね。当然だ。この俺が力を貸してやるんだからな。やつがバカにしている人間の力がどれほどのものか見せつけてやろうぜ。予言の双子か。やれやれ、とんだ厄介事に巻き込んでくれたもんだぜ。ごめんなさい、ククール。みんなを危険な戦いに巻き込むことになって。いいのいいの、私たちはみんな自分の意思で協力してるんだから。ククールだってまんざらでもないはずよ。ちょっとひねくれてるだけなの。そっか、ありがとう、ククール。うるせえな、勝手に言ってろ。
この先にはザラームの気配しかない。残るは奴だけのようだね。感じるぞ、奴の邪悪な気配を。私も感じるわ。これが最後の戦いになるのね。あのさ、私から聞くのもなんだけど、いつもみたいにたぎってこないの？もう言うまでもないだろ。さっきからずっとたぎりっぱなしだ。やはりか。まあ今は皆がお前と同様にたぎっているのだろうがな。そうね。さあ行きましょう。ザラームを倒しに。よし行くぜ、みんな突入だ。